鹿野又さん、
カノマとユキオ様、はい、ユキオ様本日こちらに私たちに訪問に来ました。今ちょっとユキオさんといろんな話会話をして、ユキオさん誰ですか、どんなものやっているかちょっと紹介していきたいと思います。ちょっと自己紹介で、はい、カノマトさんの情報をお願いします。はい、誰ですか。はい、カノマタユキオです。はい、はい、まあ、仕事というかビジネスは今日ドアンさんにご紹介したかったのはこちらですね。これちっちゃいドローンを使って、はい、これすごく軽い 30g 以下なんですね。でこれで何をするかというと、こちらにある風船に当てて割る遊びを考案しまして、これを広めております。なるほど、はい、バロンバスターズ、yes. バロンバスターズですね、はい、名前はバロンの遊び。ユキオさん、はい、何歳ですか。44歳。学校、大学、出身はこちらですね。そうですね、大学はここの近くにある神奈川大学という大学がありまして、はい、そこで工学部、電気工学部、ね、大体電気のエンジニアですね、うん、まあ、エンジニアになる方が、まあ、多い、はい、学部ですね、はい、こちら学校専門のこの専門の学校を卒業した後で何をしましたか、うんうん、どこで。まあ、ベアリングって分かります。分からないですね。分かりやすく言うと UFO キャッチャーは、UFO キャッチャー、 UFO キャッチャーはトルコにもあります。あります、はい、UFO キャッチャーの上のレール、はい、動くやつ、はい、レールを作ってる会社で営業をやってまして、セールスですね。ああ、なるほど。2年ぐらいやって、まあ、自分で仕事をビジネスやりたいなということで、はい、卒業してもうそれを辞めて、うん、鍵屋さん、あ、ロクシム、はい、ロクシムを やりました一人で、それは車でお店を持たずにやって、うん、それも2年ぐらい、そのさっきのレールのメーカーもは3年ぐらいで、鍵屋さんは2年ぐらいをやって、でお金を貯めてカナダのトロント、あ、カナダトロントに行きました、はい、いつ行きましたか。それは24歳、24歳の時、はい、うん、行って、そこではここでその、ね、カナダに行った時に自分のこう腕一本で生活費が稼げたら面白いなと思って行ったんですよ。なるほど、はい、英語の練習にもなりますし、海外の体験経験にもなりますし、なるほど、はい、それで、1年ちょっとトロントに行って、で帰ってきてついたのがおもちゃの開発、おもちゃトイですね、はい、アンパンマンとかって分かります。分かる分かる、子供がいるなので絶対必ず、そうそう、ああいうものを作ったりとかあります。この、はい、このおもちゃ、これおもちゃなんですよ。これおもちゃ、うん、何でしょうこれ。これ何かな、多分トルコの人知らないと思う。絶対これボタンが上に、はい、白い箱上にボタンがいっぱいあって、はいはい、これ何ですか。押すだけです。押すと何か光ると思って。押すと気持ちいい。押すと気持ちいいだけだけ。ああ、例えばこれトルコの人はエアドレミファソラシド、それならない、ならない、 なったらいいね。ドレミ、音は出る、音は。ああそう、パチンパチンって、もう今壊れちゃって音は出ないけど。ああなるほど、うん、ああこれやらないですか、パチンパチンって。あ、やります、やります、子供の時はこれ絞ってやったり。あれをね、無限にできる。あ、無限にできる、無限プチプチっていう、ね、ああ、はい、いろんな面白いものの発見者ですね、うん、発見する人。これのこういう構造、このシリコンのスイッチとタクトスイッチを組み合わせて音を出すって考えたのが僕で、組み合わせを考えるのが得意です。組み合わせ、はい、マッチングが。なるほど、で、まあ、僕は組み合わせの考えるのが得意なので、はい、これですね、このドローンと風船割りを考えて、はい、これ、うん、順番的に流れてきましたら、うんうん、このドローンと風船のこのアイディアは、うんうん、いつ。もうね、今もう5年以上前にこれを考えてたんです。
5年以上前に考えて、はい、はい、で考えていたけど今そのセールスの仕事をしていて、おもちゃの開発をやってなかったので、まあ、アイデアはあるけど、まあ、寝かしていたというか何もしていなかったっていう。あ、ちょうど2年ぐらい前に、はい、あのベンリッシュさん分かります？はい、ベンリッシュさん、東京という人、はい、話していたらいけるんじゃないかと特許。うん、で特許に申請して、でやっぱりやってみると面白いので、でやっぱりそのこうコンテンツ的にその日本だけじゃなくて世界もいけるっていうことで本腰を入れて会社を作ったということですね。なるほど、はい、初めてこれを作った時は周りの身近な人の反応はどうでしたか？何やってるのとか、うん、家族ですね、そう、家族ですね、友達とか、はい、僕はね、あの今までこれだけじゃなくて、はい、いろんな発明とか新しいことを始めること、そればっかりやってる。これはもう日本だけなんですけど、日本人ってあの電車とかバスで席譲らなくないですか？はい、譲らない。妊婦さんいても席譲らないって、これトルコだと考えられますか？ あると思います、絶対、うんうん、どこの国でも。そうだから、でも僕はカナダに行った時はやっぱりあのおばあちゃん、おじいちゃん、おばあちゃんとか体の悪い人、みんなすごい悪そうなお兄さんも譲ってたんですよね。うん、なるほど。日本人は、まあ、バスだとわりかし譲ってるけど電車譲らないんで、でも譲りたいだけどシャイで言えない人もいるから、そ譲りますっていうタグを作って、譲ります、場所譲りますタグ、そうそうそう、まあ、これ日本人だからです。あ、なるほど。そういう発明とかいろいろやってたわけですよ。あ、これ面白いね、あの、うん、あの譲りたいというタグを出てきましたら、譲りたくないというタグも出てくると思います。私何も話しかけないでね、私絶対譲りたくないよ。それをね、あの海外の人なら言うんだけど、日本人は言わないです、シャイだから、うん、なるほど。なんか言って断られたらどうしようって、うん、このアイディアを身近な人たちに言いましたら反応はすごく良くて、またやってるなと。ああ、またいいこと見つかりました、うん、いう感じですね。なるほど。これあの大体どんなパターンで進んでいましたの？ドローンでこのゲームをターゲットは誰向けですか？大体ターゲットはこれ大人も楽しめるんですけど、まあ子供で、子供、若い人たち、若者に、10歳、10代、10代ティーンエイジャーと親一緒に遊んでほしい。 あとは友達で遊んでほしい、はい、これを作るとき、このことについて何かやるとき、うん、この資格を取ってください、はい、これを投与してください、これの登録をしてくださいとかありますか？うんうんうん、それかこれと遊びたい場合、うん、何か遊びたい人が資格とか、うん、あのライセンスとかあり、うんうん、必要ですか？まず遊ぶ人はライセンスはいらないです、このドローンが今日本の法律でいうと 200g 以下で、部屋の中で遊ぶ場合は何の免許もいらないです。ああ、なるほど、はい、おもちゃということで、あ、これを販売するとか、これを遊んでもらう時も、はいはい、あのライセンスが必要はない。販売をするときは、英語で何て言うの、技的マークっていう、はい、マークを取らないといけないですね、販売する場合、うん、あの作る場合ですね、うん、なるほど、はい、あとは、まあ、ビジネス上、あの特許、特許あと商標、商標、はい、が、まあ、必要になるかなと思います、ね、うん、はい、このことをやっているとき、うん、あの悩みとか、うん、面白いところとか、うん、面白いものとか、うん、あの、あった？ありましたか？うん、やっぱりね、あの自分はそのこれ作ることはやってる、その開発会社に、はい、生産は OK なんですね。で、あと、まあ、セールスもやってるので、これ販売も OK だけど、これを世の中に広めること、これやり方は僕経験ないから、あ、これは困りますよ、ね、何かあの、うん、これのマーケティング、マーケティングですね、
っぱり経験してもらったり、まあ、あの発信力のある人にやってもらったりっていうのを発信していく、これが、まあ、やったことがないんでね、トライアンドエラーですよ。あのドローンのこの企画でやりたい、あのやりたいことは達成したい目的、はい、ね、実はこれは、まあ、コミュニケーションもそうなんだけど、今ゲームビデオゲームだとコミュニケーションビデオオンライン上だけど、これだとやっぱりあのリアルなコミュニケーションができるっていうことと、実はねこれ目的がありまして、あそうですか、何ですか、想像力ってわかります、想像力の育成なんですよ。あ想像力、はい、これイノベーション、イマジネーションですね。なんでかっていうと、これドローンとこの風船のこれ組み合わせです、ものすごくシンプルなんで、遊び方はこう無限に考えられるじゃないですか。はい、それをね子供が考えて家でね自分で遊び方を作ってほしいんですよ。あ、それのセットを作って、このセットを作って子供たちあの簡単に購入して、うん、これを組み合わせて立てて、うんうん、家の中でお父さんお母さん家族の中でちょっとこれ遊びましょうとか、いろんな遊び方を考えてやってもらいたいと。うん、なるほど。これが目的です。これ遊びながらちょっとストレス発散にもなるし、うん、コミュニケーションにもなると。そうです。今やっぱりこうゲームばっかりやってるとこの想像力がね、やっぱりゲームって答えが決まってるので自分で新しいものを作るっていうその能力が低下してってると。うーん、だからやっぱりこういう組み合わせ、発明って大体組み合わせじゃないですか。はい、それをこう考えてもらえるような遊びにしたいなと思ってですね。あの日本だけですか、海外でも何かこれを作りたいですか。うんうん、3月にこの風船の量産品ができるので、まず日本から販売するんですけど、もちろん海外にも広めていきます。広めていきたいです。はいはい、次何か企画しているあのやりたいイベントとか、うん、何かありますか。これドローンについてこちらで見る人にもちょっと報告しましょうと思って、例えば3月どっかで試合とか。ああ、2月に2月11日、はい、駒沢公園の住宅展示場。ああ住宅展示場、駒沢公園の住宅公園と言われまして、そこで1日体験、1日体験、はい、でなんと、まあ、それはね、子供と親子の参加なんですけど、風船が割れたらドローンがプレゼントされる。ああ、はい、すごいナイスです。これプレゼントしてもいいものですか。できますよ。できますか。いいね、すごい。割るだけ、1回割るだけでプレゼント、すごい、はい、たくさんの人がやりたがりと思いますので、はいはい、すごい、はい、その次21日、2月21日も、マゴメっていう東京の大田区の展示場でまた同じように。ああなるほど、はい、こういうあのイベントを定期的に参加して、うんうん、あの組み合わせして体験してる、うんうん、あすごい、うん、あの2月11日と2月21日、はい、下にリンクをあのリンクお願いします、はい、貼って場所を案内しておきます、はい、このビデオの中で、はい、一応本当に体験してみた、はい、あの方の声なんですけれども、はい、ものなのですごくあのおすすめです、はい、本当に皆さんにすごくおすすめです。ドアさんもね風船割った瞬間ガッと、ね、そうできました。すごく喜んで喜ぶもさ、はい、わやったねと、はいはいはい、爽快感がね、そう売りですから、はい、本日来てくれて本当にありがとうございます。いろんなあの、はい、日本の素晴らしいもの、うん、日本の文化伝統について、うん、そういうあの発見について、うん、素晴らしいものをこちらで海外にも国内にも、はい、あの発信していきたいなので、多分次いつどこでそれ あのイベントをお友達連れてもらって、そうみんなでこれをあの YouTube で生放送して、はい、もうトルコのワイン飲みながら、ね、やりね、あのできますか。あの飲酒運転にならないんですね。ならない、大丈夫、OK、大丈夫ですね。部屋の中、OK、ああ分かりました。はい、あの本日来てくれてありがとうございます。こちらこそありがとうございます。